鳴岡、あーヒールで出した小泉、もう一度足を使う、加藤は左足得意、受けるダイレクトシュート、押し込んだ、最後はレオシルバ3点目、新潟3点のリードを奪いました。神山の牙城を崩しました。3点目、レオシルバ、最後は今日2点目のゴール。あー、そしてベンチの選手と抱き合います。決定的な3点目が生まれました。